ただいま。ただいま、ごめんなさい、止まっちゃった。今の原因は、今の原因は、バンじゃないですよ。テロップをね、カノンは入れようと思ったんです。そしたら、誤って音声入力が右下にあるんですけど、それを押しちゃうと、止まっちゃうんです。気をつけます。ハッシュタグ、だからハッシュタグとをさ、押すのはさ、命がけなわけですよ。やっこファミリー的流行語大賞はい、学習して気をつけたいと思います。さあなので結婚やだ結婚してやっぱりなんでやだもうびっくりした。こんなに結婚してって言われたの初めてですね。はい、こんにちは。皆さんないでしょう、こんなに言われたこと。びっくりですね、本当に。はい、それではですね、今日はハッシュタグにも言った通り、ヤッコファミリー的流行語大賞を、まだセーフセーフ、I love you、 ありがとうございます。まだなってないですね、ループに。結婚したい、先生先生先生、怒らない、10連じゃなくても怒らないよ。もうそういう変なこと言わないの。こう噂が立っちゃう、噂が。かのんちゃんは10からしかなんとかなんとかとか言って噂が立っちゃうから、ダメですよ。違います、そんなわけないじゃないですか。ペライトありがとうございます。だから本題に戻ると、ハッシュタグやっこファミリー的流行語大賞の発表会をしたいと思います。イエイ。なので今日はすごく15時という珍しい時間に配信をしております。じゃあどうやって発表するかというと、皆さんのさ、ツイッターでハッシュタグで募集をしたんですね。そうで、皆さん投稿ありがとうございます。ツイートしてくださった皆さんありがとうございます。カノンは全部見ました。全部見て、なんかこう漢字と兼用で送ってくださってた方とかもいたので、ちょっとなんか言葉に表しづらいやつとか、まあカノンの中でちょっと選択肢に入れづらいっておかしいね。まあカノンが30個ぐらい、ちょっと思ったね、28個並べましたので、そこから今日は投票で決めていきたいと思います。イエーイ。なので今からなんていうの、カノンがノミネートされた28個もう分かった、28個ね。そう、それをちょっと紹介していって、 A ブロック、 B ブロック、 C ブロックとありますので、その A ブロックでまず A ブロックがまず10個ぐらいあって、それで投票をして、上位3作品が上に行けるトーナメント登れる。久しぶり、あ、本当、ありがとうございます。ツイッターかなんかで見た、はい、ありがとうございます。で B ブロックでも3作品、あ、間違えた、上位3作品を B ブロックも選ぶ、 C も上位3作品を B ブロックで選ぶんだけど、A ブロックだけ10個あるので上位4作品がノミネートされます。モバメでの返信はノミネートはしてないです。もしかしたら同じ方がいて入っちゃうかもしれないけど、今回はハッシュタグだけから拾ってるのでね、メールの方はカノンが大切に読ませていただきます。お疲れ様です、カウントありがとうございます。じゃあまず A ブロックから紹介していこうと思うんですが、皆さん準備はいいですか。お、クロミちゃんの初見さん、三重県ありがとうございます。
A ブロックノミネート作品を発表いたします。てん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 。1大富豪するよ。2やられる前にやっちゃいます。3青空片思い2021。4見守りたい参上。5すねちゃん。6ビヨーン。7たい焼きありがとうございます。8カノが読めないぞ。8子供ビール。9心から歌から。10仕事行ってこーい。イエーイ。ということでちょっとずつ振り返っていくと、何が気になりますか皆さん。たい焼き、はい、たい焼きはあの最初、え、これが最初かな、違うかな、クリスマスのサンタが最初だった、くまちゃんのたい焼きじゃないかもしれない、なんだろう、まあイベントで結構こう初めてみんわーって頑張ったイベントじゃない、ショールームの、はい、あー、ビッグハートもね、ビッグハートもね今年いっぱいやったね。ビッグハートも入れたかったんだけど、ちょっと今回は入ってないです。ジフは辞退したい、カオンが入れました。はい、まあまあいろいろありましたけども全部言えますね。もう言葉を見ただけで、あーこれのことねってわかるから、やっぱり今年を象徴するというか、こうノミネートにふさわしい感じの言葉が並んでると思います。大富豪するよは、あの大徳さんのイベントに向けて、ヤコハミとみんなで、ヤコハミ以外の人ももうめちゃめちゃみんなで頑張ったイベント。2番はその大富豪のイベントであの頑張った結果勝ち取った大徳さん殺人事件、桃丹さんの名探偵のね、それです。そのセリフカノンが言った。あとは青空片思い2021はまあそのままもうこう参加させていただいて、もう本当にあのありがたい、頑張った、チャレンジもいろいろして、初のなんていうの、ミュージックビデオ撮影でこうがっつりもう自分が参加したミュージックビデオ撮影。あとはメモ痛い参上は普段のギター配信で朝皆さんがやってくださってること、ありがとう。5はすねちゃんはあのするちゃんが歌が上手すぎる時とか、ちょっと皆さんがカオンさんにちょっかいをコメントでかけた時にすねちゃんになるというすねちゃんです。ビヨンは最近ですね、もう滑り込みセーフな感じので。7はたい焼きありがとうございます。こちらもあのたい焼きの、さっき言ったがイベントの、そうありがとうございます。たい焼き、これこの時はね、あのカノンがリセットしちゃって、なんか多分いろいろ消えたのよ、一回撮影した後に。もうそういうハプニングもある、ハプニングがいっぱいなんですね。子供ビールもハプニングですよね。もう飲まないんで安心してください。はい、であとは心から歌からはオリジナル曲作詞作曲させていただいたありがとうってね、ハンハンハンパンプキン、あ、そうね、去年もノミネートしてたから多分去年かな。仕事行ってく、まあこれはカノンちゃんが入れました。ツイートありがとうございます。はい、じゃあこちらの10個の中から上位4作品を選ぼうと思います。では皆さん投票をしていただくんですが、この10個の選択肢をカノンはボール作りますね。そしたら10票皆さんは持ってると思うんです。その10票の中でどういう振り分けをしても OK です。例えばここに3、ここに4とか111121さとかそういう感じでもいいけど、まあ10 9番まででいいよ。だってまあ10個カノンがじゃああの100票ぐらい入れとく100票ぐらい入れときます。はい、10個あの球ボールがあると思うんで、それを自分の好きなように全部使ってください。了解ですか？わあ、いろいろハートとかバラのお花咲いた咲いたとか、あれなんだっけ、小判とかありがとうございます。まあツイートから選んだのでね、ここに今回なくても
あー確かにそれもあるっていうのもいっぱいありますからね。はい、 OK です。じゃあちょっと今からやるか、待って、ね、10まで投票開始。読める？上から1,2,3,4,5って1ライフゴーするよ、2やられちゃう前に やられる前にやっちゃいます、3驚かたまえ2021、4見守りたい戦場、5すねちゃん、6ビヨーン、7たい焼きありがとうございます、8わめっちゃカラフル、10個あるとめっちゃカラフルだねボールが、次なんかどこまでだっけ、8子供ビール、9心から歌から、10仕事行ってこい、投げてください、ぴょん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 、ぴょん飛んでますねボールが、運動会の玉入れ並みに飛んでます、ありがとうございます皆さんご参加ありがとう、ありがとうボールを、ありがとう、ポン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 、高々開いてる、投げ切った、ありがとう、どれに投げたか忘れた、まあいいや投げてくれてありがとう、 11?11 じゃないよ、 10だぞ、彼女11作ったの、え、あれ大丈夫か、全部投票完了しました、ありがとうございます、面白いです、レインボーショー、いいね楽しいね楽しい、あ、餃子も殿堂入りで、さっきね言ってた通り殿堂入りでお願いします、はい、いいねいいです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 ね、ありがとう皆さん投げてくれてありがとうございます、さあ、お、あ、まだ来てる、え、え、やっほー、1月3日あ、そう、明日よろしくの、はい、ありがとうございます、楽しみにしててください、かのもめっちゃ楽しみです、こんにちは、おおお、割れてるかな、え、面白いね、でもそれはやっぱさ結構いろいろあった1年だねって振り返れるし、とても楽しみ、まあいい感じ、お腹がコヨコヨしてる、須田さん生誕祭、あら2分間 MC に出させていただいた時ね、須田さんのスピーチも素敵で OK、 じゃあちょっと結果発表したいと思います、皆さんもう締め切りますね、投票終了します、でで結果発表、おー、では何位から読む、10位から、10位というか10位とかない今 7% 獲得、7番まあいいや、上位4だけ読めばいいどうしようどうしよう、まあ、全部書いていかなきゃいけないから下、そう、何、10番から10位からいきます、10位は 7% 価格、7番です、おお、たい焼きありがとうございます、 7% ありがとうございます、投票してくださった人、はい、じゃあ次が98% 獲得は何ですか、心からだからありがとうございます皆さん、 8.1% だった、次4番見守りたい参上は 8.6% か、獲得です、ありがとうございます、そして次は19.9% 獲得、お、大富豪するよ、結構割れてるね、綺麗に割れてるね、さあ次が 10.2% 獲得、5番、すねちゃん、はい、次 10.3%、 あ、同率じゃん、ここ 10.3% が10番と2番、え、仕事行ってこいじゃん、おめでとう。
と言った声が何と一緒だったんだ。2番、やられる前にやっちゃいます。おお、ありがとうございます。東京ちょっとテキパキいこう。6、次は 10.4% 獲得。ビヨーンは 10.6%。 次3、 12.6% 獲得。お、青空かと思い。そして第1位は8番、 12.7% 獲得。おいおい皆さん、これはどういう、子供ビールが1位を獲得いたしました。獲得いたしました。12.7%。ということで8番と、あ、同率だから決勝は11作品でやるね。決勝はだから上から4位だから8番と3番と6番と2番と10番が決勝進出です。ありがとうございます。ん、決勝進出でございます。おめでとうございます。投票してくださった方申し訳ないよ、だっていい人だ。はい、ではではでは、ちょっとテキパキいかないとこれは皆さん投票が大変になっちゃうかな。はい、じゃあ次 B ブロックいきます。 B ブロックは9作品がノミネートされています。では1番から、はい、シアトルのお姉さん。2番、皆さん答えてたい焼きは3番、しちゃダメだよコロナだから。4番、カノヤノカ主演女優。5番、カノヤノカ助演女優。あ、これ分かれちゃったね。まあ、いっか。6番、ペコリゴン。7番、バッキューン。8番、スネパパは死んでます。ガオキありがとうございます。9番、マフラーでキャット玉持ってこい。ということでこの9作品になりました。ちょっとなんか、え、それ1作品に関東するの2作品なのってのあるけど、まあこの丸の数でいきますので皆さんよろしくお願いします。じゃあパッパワーと振り返ると、シアトルのお姉さんというのはあれですね、カウンがスターバックスコーヒーさんのあの紙袋と顔がなぜかそっくりだったということで、あら、これはお姉さん、遠く離れた、生き別れたお姉さんかなみたいな、そういう事件があったんですね。はい、そのシアトルのお姉さんです。2番、皆さん答えてたい焼きは、はあのたい焼きのイベントの時にリセットしちゃった時に放ったカノンの一言です。さあ、そして3番は来ちゃダメだよコロナだから。これはですね、かの有名な早川先生の、はい、時です。ちょっと飛び入り参加した感じですね。まあ、あ、まあ、ちょっとあのプレゼントをね私に言ったんです。はい、だけどまあ早川ちゃん家に、だけどあのコロナなのであんまりこうメンバー同士もね、まあお仕事じゃない時とかにあんまり会わない方がいいのかなとか思って、まあそこまでこう渡す、会わなくても渡せるということでこの方法を取りました。その時の一言。さあ、それでは4番、カノヤノカ主演女優。これは目標に掲げてですね、大富豪を皆さんで頑張ったというスローガンみたいな感じです。で、カノヤノカ助演女優、やっぱね主演がモモタンさんに決まりましたということで、カノはね助演女優賞を絶対取ってやろうということでこうなりました。さあ、そして6はペコリオン。これはまああれですね、あのキャッチフレーズの後にカノがたまに配信で言ってるやつです。さあ、それではバッキュン。これはサンデスタイムのヤッコファミリー、ちゃヤッコさん85位の方をお呼びした後に、あなたもぜひヤッコファミリーになっちゃってくださいね、バッキュンということで、あの打ち落とす意味を含みます。そういう感じでバッキュンっていつも言ってます。で、8位はスヌパパ死んでます。カオケありがとうございます。ということでちょっと長くなっちゃったんですけど、まあこれはですね皆さん、カオケだからハロウィンかな、ハロウィンのあのあれだよ、あれイベントの時、ショールームのイベントの時に
棺桶のあのやつがあったんですね。まあその時にちょうどあのスーパパさんがコロナワクチンを打った2回目かなで、あの倒れてて、あのスーパパは死んでたので死んでますっていうのと、タイミングが被り、スーパパ死んでます、棺桶ありがとうございますというね流れになりました。そしてキューバはマフランでケイト玉持ってこいということで、これはあのギフトにケイト玉ギフトがあった時にカノンが定型文に入れた言葉でございます。はい、ということで皆さんここから自分のあーこれこうだね、こういいねいいねとかなんか投票をお願いします。じゃあルールはさっきと一緒です。選択肢は9個、では投票開始です。1番シアトルのお姉さん、2番皆さんお答えいただきます、3番来ちゃダメだよコロナだから、4番カレンのか主演女優、5番カノンのか助演女優、ショーか助演ショーか、カノン間違えて打っちゃったかも、まあいいや、6番ペコリゴゴン、7番バッキュン、8番スーパーパー死んでます、カオケありがとうございます、9番ケイト玉持って、あマフランね、ケイト玉持ってこい、迷いますか皆さん、ありがとうございます、たくさんボールが飛んでて嬉しいです、感謝申し上げます、ポン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 、エグジットさんが飛んできますね、意外と知らない言葉も、ああ確かに毎日配信するとね、いろんな言葉が出てきますからね、人こうなんか自分の中ではめちゃめちゃ思い出に残った言葉とかそれぞれあるかもしれない、うんうんうん、おいいかないいかないかな、皆さん投票ありがとうございます、ポン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 、おまだ結構来てる、ポンポンポン、やっぱカラフルだね、分かれてるね、分かれてるか、また接戦なんじゃ、結構投げた、ありがとう、お、いい感じじゃないですか皆さん、投票ありがとうございます、では投票しと終了しますね、投票終了、ペッペペーン、おお、あれあれ、どこ行った？結果がさっきと全く一緒なんだが、もう皆さんにお手間を、ちょっとお手間をおかけしちゃうじゃんこれは。ごめんなさい。なんかね、多分スタートしたよね、カノン投票できたよね。できてる？あ、できてたの？できてたんだ。あれ？ 6834 でいいの？あ、ありがとう。あ、6834だって。ちょっとカロン消しちゃってもう見れないの。もう大失態じゃん、こんなの。本当に皆さん。できてたらしいので。6834じゃないだって、オッケー、じゃあこれは68 ありがとうございます、カロンさん一緒だと思ってさ声間違えちゃった、だけどあのツーパパさんのお助けで今から発表することができますので、発表しますね、さあそれでは9位から発表してみます、9位は5.1% 獲得、1番のシアトルのお姉さん、さあ8位は 8.6% 獲得、2位の皆さん答えて大変はいいですね、そして次が 9.3% 獲得、7番のバキューン、そして次が
10.1% 獲得、5番のカノエの会長演上優ということで、で次が 10.8% 獲得、9番マフラーアンでケイトダム持ってこいです。で次が 11.5% 獲得の4番カノエの会主演女優、そして次が11.7% 獲得の3番来ちゃダメだよコロナだから、で次が 12.3% 獲得の8番はい次うんと 20. おおすごいいっぱい 20.6% 獲得の6番ということになりました。皆さんありがとうございます。6,8,3,4 でだけど同率がないからこれはね3位までなんですね。だから6,8,3,6,8,3ということで6番のペコリボンと8番のスヌーパパは死んでますカンオケありがとうございますと3番の来ちゃダメだよコロナだからが決勝進出となります。ありがとうございます。6番はキャッチフレーズに入れてもらえたです劇場でも、あペコリボンかペコリボン言いません言いません。皆さん投票ありがとうございます。さあ皆さんあと2回です、投票頑張ってください。じゃあ急ぎ足で説明していきたいと思います。 C ブロックエントリー作品1ヤッコメシ、2パオシかっこいいですけど何かを考えてください、3スヌちゃんじゃんけん、4バーの女王、5後ろぼさこ、6カノンは、7俺かっこ私はカノンちゃん倒せはい次8ソシ、10カノンパラダイスということで、もう結構皆さんもうこれも分かっちゃいますね。もう見るだけであこれのことだという、結構なんか C ブロックつわもの揃ってるんじゃないでしょうか。どうでしょう、こう端的にパンと強いワードが多いんじゃないかなと思います。まあ、一番のやっこ飯は皆さんいつも投票を、あ投票じゃない投稿ありがとうございます。スイートラーメンが多いやっこ飯ですね。最近ちょっとラーメンじゃないのもこう上げてくださる方が出てきてすごくにぎわっております。やっこ飯飯テロコーナーです。皆さんなんか何食べようかなって迷った時とかも見てみるといいかもしれない。あこれ美味しそうって思って食べたくなったりするかもしれないから、はい。で2番はまあこれは倒しとは何か考えてくださいっていうのは本当にその通りですね。倒しとは何かカノンにも分かりません、カノン DD なので。さそして3番はスルちゃんじゃんけん、毎朝スルちゃんありがとう。そして4番バンの女王、これはカノンがバンが多いからはやかちゃん弟子です。5番後ろぼさ、これは毎朝カノンの髪の毛がボサボサで、この前ツイートにみんなねファンの方が上げてくださったんだけどもう荒れ狂ってた。で6番カノンはこれはカノンの口癖です。7番私はカノンちゃん倒し、これはですねまあ言った人はみんな嘘だって言われるルームになっております。そして8番はソシ、これはいっぱい皆さんのコメントで見かけましたね。何回ソシしましたか今年。さそして9番カノンパラダイス、これは大富豪をいっぱいやったのでイベントでカノンパラダイスがいっぱい増えて嬉しいです。カノンパラダイスいっぱい増えた嬉しい、皆さんいっぱい出会ってくれてありがとうございます。まだだよって方はカノンパラダイス目指して頑張ってください。カノンはちょっと最近の大富豪してないんですけどまたやりたいなって思っております。さあそれでは投票を開始したいと思います。今回はもっと落ち着いていこう。ちょっとなんか企画ってなるとさ緊張しちゃうわけじゃないんだけど、はい、ルールはさっきと一緒です。投票開始、花火ありがとうございます。さあさあさあポンポカポンポカお願いします。1やっこ飯、2倒しとは何か考えてください、3スヌちゃんじゃんけん、4バーの女王、5後ろ髪ボサコ、6カロンは、7私はカロンちゃん倒し、8ソシ、9
皆さん考えてボールを投げてね。ポンポポポン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 。いいですね、カラフルですね。運動会が始まっております。季節わわわ、なんか季節外れの運動会。ポンポコポン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 ポコポンポコポン。7のボールがあと85個ぐらい。 7? 楽しい。85個は多すぎですね。早く先生案件。まあ確かに確かに。クレヨンしんちゃん帰ってきました。もうバイバイ。白髪ボサコ、あ、今日はボサコじゃないんじゃない、ほら今日はまあまあ大丈夫です。投票ありがとうございます。 OK、 よし、じゃあ皆さん投票締め切っちゃいますよ。投票も終了します。はい、出ました、結果が。お、1位は3番、お、スルちゃんじゃんけん。わあ強いですね、スルちゃん。じゃあ9位からアップしていくときまい思います。 5.8% 獲得、5番の後ろ髪ボサコさん。さあ次は 8.6% 獲得、8番のソシ。さあ続いては 9.9% 獲得、6番のカロンは。いいですね。はい、続いては 10% 獲得、9番のハノンパラダイス。さあ続いては 10.1% 接戦ですね、 10.1% 獲得、7番の俺はカロンちゃん、俺は私はカロンちゃん倒し。はい、 10.1% おめでとうございます。さあ続いて 11.8% 獲得、4番のバンド女王。続いて 12.6% 獲得、1番のヤッコメシ。おお、ここに入ってきましたかね、ヤッコメシさんはね。はい、 15% 獲得、2番の楽しとは何か考えてください、皆さん。はい、考えてくださいね皆さん。 15.0%。さあそして第1位はデデン、 16.3% 獲得、3番のスヌちゃんじゃんけん。おお、やっぱスヌちゃん、スヌちゃん票が入ってますねこれはね、完全なるスヌちゃん票が入っております。さあということで決勝に進むのは、どこ、わかんない、いやここだ。3、2、1、レッツゴーです。3、2、1。さあそれでは決勝に行くためにちょっと準備をしますね。何をするかっていうと、書かないといけないんです。カノンさん今から頑張って書きますので少々お待ちください。1、2、3。10個書くから、皆さんその間ちょっとなんだ、なんかお話ししてて。ミラーボールありがとうございます。ちょっとお仕事頑張って。え、お仕事なの、頑張って。皆さんあの忘年会しててください。どこかな、これですね。
カキ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 。と？よし次。字がちっちゃくなっちゃった。ありがとうございます。次、やっこ飯。しょ、次。書けました。さあ皆さん、フリートークはできましたか？忘年会楽しんでましたか？ということで決勝戦を行いたいと思います。さあ、ハッシュタグヤコハミ的流行語大賞決勝戦、ノミネート、さ、ノミネート作品を紹介します。1、やれる前にやっちゃいます。2、青空かと思い2021。3、ビヨーン。4、くどまビール。5、仕事に行ってこい。6、キセ舐めれよコロナだから。7、ペコリゴン。8、スヌパパは死んでます、カウンキありがとうございます。9、やこめし。10、何これ、ちょっとどこ、楽しいとは何か考えてください。11、スヌちゃんじゃんけん。ということで皆さん、先ほどの同じようにコーナー11まで選択肢がありますからね。では行きたいと思います。11、投票開始。さあ見えますか皆さん、ちょっとちっちゃいから見えないかな、これぐらいだったら見える。トゥル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 ルルルルトゥ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 ル。はい、じゃあ最初に1位から5位を移します。デデンデンデ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 デン。次、6位から11位。デデン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 。見えますか全体。わあ、いいですね、逃げ回ってますね、ボールがポンポン飛んでるぜ。正月盛り上がっていくぜ、ポンポン。ありがとうございます皆さん。ちゃちゃかちゃんちゃんちゃん。とりあえず全部投げました。ありがとうございます。
パンパンパンパパパパンパンパン。パララ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 。三おしまいあげていいですか。はい、自分が例えばこれに3票、これに4票、これに6票とか、そうなんかそういう感じで、まあ、ちょっと今のは数字がすごく変な感じだけど分けちゃっていいので10個ぜひ投げてください。ペッションペッションペッション。お決まっちゃいますよ皆さん。これで横浜美的流行語大賞が、これをカノンがやったらもう年が越せますね皆さん。すごい強者たちが並んでおります。今年を象徴とする。1個だと思って全部投げてもらった。あらしょうがない、それはそれはしょうがない、それはね、もうしょうがないんだ。じゃあちょっとタイムラグがあるんですが10秒前です。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、締め切りまーす。さあ結果が出ました。あ、え、もう退出の方が、あー来年もよろしく。はい、ダラン、結果が出ました。それではもう結果が出てるので第1位を発表します。第1位は7番のペコリゴンです。イエーイ、ありがとうございます。テテ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 テ。ということで見事1位になりましたのは7番のペコリゴンということで、いや皆さんとても何健全な、安全な、何とてもいいとてもいい、とても安心できる文字が選ばれました。ありがとうございます。あ、健全です、はい、健全な言葉が選ばれました。ありがとうございます。ということでペコリゴンさんには、ペコリゴンさんにはペコリカードが100億円分当たります。おめでとうございます。じゃあペコリゴンの説明をしたいと思います。ペコリゴンは、まあじゃあ実際にやってみると自己紹介します。キャッチフレーズね、私がおはようって言ったら皆さん指をサーモにしてザンザンとよろしくお願いします。それではいきます、せーの。噛めば噛むほど味が出るスルメみたいな女の子、おはようさんちゃん。ありがとうございます。愛知県出身17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて沢田香音です。ペコリゴン、はい、ありがとうございます。こういった感じで使われます。でペコリゴンは最初は頭をぶつけたからペコリって言って、ペコリしてゴンでペコリゴンです。ぜひ今日初めて知ったよって方は覚えてください。さあということでちょっと1位以外も見てみるか。あれ、カノンもう見れないんだけど、カノンもう見えないの、どうして、残念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 、1しかわかんない。2位が青空、はい、どこ、1位、2位青空、3位は分からんか。スタンドマイクがある、あったら必ずいるやつ、あ、ゴツンって消しちゃった。7 2 10 11 7 2 10、おー11、おー、やっぱ早川ちゃん票とすぬちゃん票が強かったんですね。でもやっぱペコリゴンが1位、とても素晴らしい結果だと思います。スクショはしてないですですが皆さん投票してくださってありがとうございます。おかげで2021年横浜ミニ的流行語大賞がペコリゴンに決定いたしました。ありがとうございます。あ、
なとぱさんが送ってくださった。有能ですね。出てきた。もう1位は7番、2位は青空で、3位は楽しさ何か考えてください、4位はすーちゃんじゃんけん、5位は9番やっこめし、あ、やっこめし5位。まあまあまあ、これからもお願いします。次6位が1番やれる前にやっちゃいます。もう一生言わないセリフだと思います。5位違う違う違う、7位仕事行ってこい、おお入ってるじゃん。8位、え、8位は8番スーパー死んでます、カオキありがとうございます。わあ、結構低かった、思ったよりつわものかと思ったら。さあ9位、4番子供ビール、おお。10位は来ちゃダメだよコロナだから。11位は美容、え、まあ11位はね、まだちょっと新人ペーペーだからね、美容は、美容はちょっとまだまだでしたね、まだでしたが、とても素晴らしい発表会になったと思います。ありがとうございます。こんにちは。貯金はないです、貯金はなかった、ノミネートしてなかった。さあということで皆さんありがとうございました。投票たくさんボールを投げてくれて、皆さんのおかげでピクリゴンが大賞を取りました。はい、本当にですね、こうやってもう求めに入ってるんですけれど、こうやってですね振り返ってみたわけです。この言葉を通じてとてもいろんなことがあった1年だなって思いますね。はい、すごいね、言葉でさこんだけ振り返るってすごくカノンは楽しかったです。皆さんいつもねカノンのハッシュタグ企画にご協力いただきありがとうございます。とても嬉しいし、皆さんのがの協力がないとできないことが多いので、いつも助けていただいてるなって思います。さあ投資リハ終了、どういうことですか。どうですか。そう毎日ね、そうそう配信をしてるから、そうショールームでのさ言葉もさめちゃめちゃいっぱい、てかほぼそうだよね。まあ皆さんからの言葉を取ろうと思うと、拾おうと思うと、まあショールームがね多くなるよね。それはだって今さあれじゃん、トーク会はあるけどトーク会は個人だし、公演ではあんまりじゃない、声出しちゃいけないから、そうやっぱショールームね、いつも毎日見に来てくださってありがとうございます。あら、スヌパパからもコメントが、くだらないコメント、すいません、あ、全然謝ることはないんです、もうくだらないことをカノも喋ってますから、はい、普通の娘ですが来年もよろしくお願いします、スヌパパさんから来ております、もうカノもペコペコしとこう。お願いいたします、来年もありがとうございます、来年もスターありがとうございます。まあカノンさんはですね、まだまだ至らないところがたくさんあります。もうね探さなくても出てきちゃうぐらい、もう至らないところがたくさんあるんですけれど、まあ来年はね1月15日から昇格もさせていただけるということで、より一層気を引き締めて頑張っていこうと思います。はい、だからまあ、あ、良いお年ありがとうございます。見守ってほしい時っていうか、なんていうの、いつも見守ってくれたら嬉しいなって思いますし、カノンはこう自分で頑張るときは頑張るし、皆さんの協力が必要なときというか、皆さんに助けを求めるときもあるかもしれない、そのときはまた一緒に頑張ってもらえると嬉しいなって思います。今年はそのイベント系、去年もそうだったけど、去年っていうのは去年もう年になっちゃう年もあるんだけど、本当にファンの方とやっこファミリーと一緒にやっていくことっていうのをこれからもいっぱいやりたいなって思います。
ちょっと話すことあんまり考えてなかったんですけど、とってもヤッコファミリーは素敵です。なので今配信を見ててまだヤッコファミリーじゃない人とかはぜひヤッコファミリーに入っていただきたいなと、とっても素敵なファミリーだなって思うので、でも入りたいなって思ってもらえるようにカノンもいっぱい頑張りたいなって思います。あとなんかある？今日の配信のタレコミ表記会、須田さんから名前を出してもらいたい。おい須田さん、え、何？ありがとうございます、ありがとうございます。あとはなんか今日の入校後にもあったように、ヤッコファミリーは DD が多いというあのことは有名なんですけれども、結構でもいいんです、やっぱ DD ですもん、カノンも。はい、なので皆さん DD になっちゃう気持ちはよくわかります。 DD 大歓迎です、カノンさんは DD 大歓迎なんです、わかりますか皆さん、 DD 大歓迎、 DD 大歓迎なんだけど、カノンさんのことも忘れずに応援してほしいなって思うし、カノンさんが一押しになったら嬉しいなって思うので、隠れファミリーです、いいよ、いいの、いいの、いいの、いつも見に来てくれてありがとう、言えば言うほど怪しい、いやだ、なったことを言うんですか、もう DD はいいんですよ、 DD はいいけど、 DD でもいいからとりあえずカノンさんのことを、 DD じゃダメなんだけど DD でいいのわかる、もう矛盾してるんだけど DD でもいいので、もうカノンさんのことをいつも応援してほしいですね、どん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 一押しになれたら嬉しいなって思うし、それぐらいカノンさんも皆さんと頑張っていくというかな、というか皆さんのいずれ楽しになるかもしれないじゃん、そしたらやっぱ知ってもらわないと、だから一押しになれるようにカノンさん頑張ります。はい、もちろん楽しむ方もいらっしゃると思います、そう、ありがとうございます、本当に感謝しております。貴重な楽しの皆さん聞こえてますか、カノンとても嬉しいです。はい、ということで、なんかすごい1時間ぐらいのぶっ通しで喋ったら酸欠なんですけれど、皆さんありがとうございました。2021年、まあ2021年が終わってもまたすぐ2022年が来て、明けましておめでとうって言ってまた毎日配信が始まるので、まあそう年を超えたからって変わることはないんですけれど、これからもよろしくお願いいたします。ペゴリゴン、よろしくお願いいたします。さあ、ではこれが、あ、そう、多分確認したんです、マネージャーさんに、 DD ヤッコファミリーに入ってみよう、入って入って、カモン、あ、そう、なんだったっけ、な、何をと思ったか忘れたじゃん、あ、そうそう、マネージャーさんに確認したら、あの年越し配信、カウントダウン配信はできないんですか、のやっぱり年齢で、あの22時までっていうのがあるじゃないですか、これはもうみんな知ってることだから言っていいんだけど、良いお年をレインブスター、ありがとうございます。そう、あのできないらしいので、本当にこれが最後の配信です、2021年、終わっちゃうって残念ですね、残念ってか、まあ次の年を迎えるので、はい、いいんですけど、カウントダウンやれたらやりたかったので、早く大きくなりたいと思います。おそばありがとうございます。さあ、それでは皆様、良いお年をお迎えくださいませ。2021年ありがとうございました。大きくなります。はい、メイド服の確認はしてないですよ。はい、良いお年をお迎えくださいませ。あ、カノン何やってんの、サンデスタイムやんないと、もうなんか終わる雰囲気だったけど、サンデスタイムをやりますね。それでは今日も13位からサンデスタイム張り切って、どうぞ、良いお年ありがとうございます。13位サンデス、今年1年ありがとうございます。あ、みんなそうやって言ってこうかな、ちょっとお借りして。12位サンデス、今年1年ありがとうございます。11位、あ、11位サンデス、あとなんかこれペコリゴン、おお、おめでとうペコリゴン、今年1年ありがとうございます。10位サンデス、あとなんかコミデデ、ありがとうございます、今年1年もありがとうございます。9位サンデス、アトムの逆ファミリー、今年1年もありがとうございます。8位サンデス、アトムの逆ファミリー、ネットレース
今年1年もありがとうございます。7位さんです。今年1年もありがとうございます。6位夢の国おじさんです。今年1年1年もう1年経った、出会ってから、ありがとうございます。5位さんです。アットマークコミュニマロマロ、今年1年もありがとうございます。4位さんです。アットマークコミュニ、今年1年もありがとうございます。そして3位さんです。今年1年もありがとうございます。そしてそして2位さんです。アットマークカモン大好き、ありがとう、今年1年ありがとう、キュン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 、ありがとうございます。そしてそしてそして今日の第1位はもういくつ寝るとおしょおがつるでん、ギャバー、今年1年もありがとうございます。はい、来年になったら名前が戻ってるといいですね。はい来年になったら名前が戻ってるといい。でも名前呼べなくなっちゃうので、まあ餃子だったら呼べるので餃子だったら呼べるのでちょっと呼びたいので呼びます。はい、さあ本当にありがとうございます。そして今日の85位やっこさんはドゥルルルルさんです。おめでとうございます。あなたもぜひやっこファミになっちゃってくださいね。バキュン、ありがとうございます。さあ今壇上の方々お呼びしたんですけど、はい、もう本当に配信を見てくださった皆様、本当に今年一年ありがとうございました。これからもカロンの配信を見に来てくれるかな。見に来てくれるかな。見るよー、いいと思う、キャー、ありがとうございます。これタイムラグがあるから、タイムラグがあるからカロン今シーンって待ってた。めっちゃ見るよ、いいと思う、おありがとう、いいと思う、おおともありがとう、やだ、なんで見に来て、いいともありがとうございますおうだって、はい、見に来てくださいぜひ。さあそして今日は延べ3051人の方が見てくださったので300人の受験をしたいと思います。よいしょ、300円、ダリーン。それでは少しでも気になってくださった方はぜひここのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。それでは今日もこの辺でまた来やんね、良いお年を、バイバーイ、良いお年を、良いお年をお迎えください、バイバーイ、ヤッコファミの皆さん良いお年を、ヤッコファミじゃなくても良いお年を、皆さん良いお年を、またな、またね、またにゃ、良いお年を、お疲れ様です、ありがとう、良いお年を、ありがとうございます、良いお年を、良いお年を、バイバイ、なんかおたくさん食べ、はい、お正月たくさん食べるから、皆さんもたくさん食べてね、バイバーイ、食べ過ぎない、はーい、良いお年を、良いお年を、良いお年をありがとう。